Seuraava luistelija, next to skate, Rika Kongo, Japan. グランプリシリーズの前哨戦となるこのフィンランディア杯で果たしてどんな演技を見せてくれるのか。フリースケーティング日本本郷里香の登場です。ショートトップで迎えるこのフリーということになりました。昨シーズンからシニアに挑戦、このシニアで2シーズン目を迎えた本郷里香。日本の本郷里香フリースケーティングの曲はリバーダンスです。トリプルフリップ、トリプルトーループ、3回転3回転のコンビネーションジャンプ。トリプルサルコ、こういったところでジャンプの姿勢が難しい姿勢で飛んでいるということで加点も見込まれます。トリプルルッツ、ダブルトーループ、こちらのコンビネーションを片手を上げて飛んでますね。はい、前半のジャンプというのはいかがでしたか。非常に安定していて、こう失敗する感じがなかったですね。本当に昨シーズンからこのジャンプの安定感というのは際立ったものがあります本郷。いい表情ですね。いやこの辺りの動きはまたこうね、リバーダンスですね、やっぱりね、まさに表情で踊っているという感じになってきました。ダブルアクセル、トリプルトーループ、ダブルトーループ、3つ連続ジャンプつなげていきます。シングルループになってしまいました。ここでループジャンプ少しミスが出ました。このウィンドミルは非常に迫力がありますね、はい。この長い手足を持つ本郷里香、その特徴を生かすようなスピン。昨シーズンはグランプリシリーズロシア大会で優勝、ファイナルまで進みました。さらに世界選手権では5位、さらなる高みへ。トリプルルッツ、かなりこの終盤体力的には厳しくなってくる中でこの動きです。こうした細かい足の動き、まさにリバーダンスの動きですね。ダブルアクセル、最後まで表情で踊り切りました本郷里香です。いやー、観客の注目も一気に引き込んでいきました。シーズン序盤このフィンランディア杯ショートトップで迎えたフリースケーティング、素晴らしい演技を見せました。
や鈴木さん、まさにこうね踊り切ったというような感じだったと思うんですが、いかがですか。そうですね、まず本当に最後までよく体が動けていました、はいはいはい、後半辛くなってくる部分からさらにこうエネルギーが増していくような、そんな素晴らしい演技だったと思います。この片手を上げてのサルコも高かったですね、やはりこうジャンプの安定感というのはさすがですね。そうですね、一つだけ抜けてしまいましたけれども、はい、その他の部分そこを引きずらないでしっかりと演じ切りましたね、そしてこの細かい足の動きステップ。何かこう一段とレベルアップした本郷理香というのをね、シーズンの序盤からいきなり見せられたような気がします。そうですね、ですからここは最後もしっかりと踊り切ったという本郷理香です。鈴木さん、シーズンの序盤でね、本人もねどんな演技になるかなというような気持ちで臨んだ大会だと思うんですが、いやでも本当にまずやってきたことしっかりと出せたなというふうに感じますね、はいはい、昨シーズンはこうミスをするとそのちょっとこう演技にも影響していたのが、抜けてしまったジャンプの後にもうそれを引きずらなかったのが本当に成長したなというふうに感じました。ですからもう本当に演技の終盤にかけてはお客さんからねこう自然と手拍子が起こるような。そうですね、でも本人もそれもすごくこう感じてそれが後押しになっていたんじゃないかなというふうに思います。何かこのリバーダンスの曲の中で奏でられるリズムが本当にこうね本郷選手の足元から生まれてるんじゃないかなと思うぐらいのそんな演技になりました。さあショートトップで迎えたこのフリースケーティングです。ショートトップで臨むフリースケーティング、日本の本郷理香の得点が出ます。フリースケーティングの得点は 121.70 という得点になりました。ショートと合わせて 187.45、 トータルの得点、本人パーソナルベストをマークしました。シーズンの序盤フィンランディア杯、見事なスタートを切った本郷理香です。さあそしてこの後はロシアリプニツカヤが登場します。お疲れ様でした、本郷選手です。まずはフリーを終えて、感想をお願いします。後半のループが抜けてしまって そこが一番悔しいところなんですけど、3-3ももう少しいいジャンプができたかなって思ったり、細かいところは悔しいところあるんですけど、楽しんで滑ることができて良かったなと思いました。得点についてはいかがでしょうか。目標点数にはもちろん届いてないんですけど、でもループをしっかり飛んでいたら超えれる点数だったので、やっぱりループが悔しいなって思うんですけど、グランプリシリーズに向けた課題ができたと思うので、もっと頑張ろうというふうに思いました。今出ましたけれども、改めて最後にグランプリシリーズへの意気込み、よろしくお願いします。今シーズンは中国とロシアで中国は初めてなんですけど、ロシアは去年優勝できたところなので、自分にとって相性のいい国だと思って、しっかりまずは中国を順位とかよりもショートフリーともに自分が納得できる演技を思いっきりやりたいと思うし、それで2戦目に続けていきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。